先にこう圧をかけてプレッシャーかけると相手が出てくるんで、そこを手を引き出したりできる。結構打撃のパンチの飛び込みをこうパーンって見たいんですけど、でもコウキさんの左の方がいいですよ。オスこんにちは、カルテカブルです。今回も東京都、調布市にある、格闘スポーツジムレスルインより、シドニーオリンピックレスリンググレコロマンスタイル銀メダリストの中田勝久さんとお届けしたいと思います。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ちょっと前回は3年ぶりのレスリング対決ということで、もう見事に一方的にボコボコにされながらも、遊んでいただいたんですけど、ちょっと僕もちょっと強引な技があって、ちょっとね、あんまりこうなってからちょっと技の磨きがね、ちょっと最近ないなというところなんで、また鍛え直したいと思います。はい、ちょっと今回はですね、前回ちょっと僕が、レスリング対決で、ちょっとやられた技とか、はい、あの状態でどうすればいいのかみたいなの少し、僕の方から質問させていただきながら、ちょっと技の解説なんかを、はい、していただけたらと思いますので、改めて今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。さっき僕はこう組みに行って、はい、もうこうやってる時に、はいはい、もうそもそもどう行けばいいのか最初分かんないです。実は前回のやつでなんかこういうのを教わってて、はい、あれを何回かやろうと思ったんですけど、あれも完全に空振りしまくった。ただそれに至るまでに、さっきからですね、最初に思いっきり投げられちゃったんですよ。はい、あれどういう、そうですね、圧力、最初の小木さんだと多分打撃の間合いの感覚があると思うんですよね。はいはい、なんでこうある程度間を取って、はい、そこから当てるってのがあると思うんですけど、特にグレコの場合、グレコの場合は先に触って圧力かけるっていうのは大事ですよね。あ、はい、先にこう圧力かけて、はい、プレッシャーかけると相手が出てくるんで、はい、そこを手を引き出したりできるんで、圧力に対抗させたらできるわけですね。反発を必ず利用しますね、レスリングと。あ、そうか、はい、そういう感覚が僕らにあんまりないから。そうですよね、はい、だこう先にやるとしたら、こう相手の、大体グレコローマンだと手首、肘をこう押さえてですね、こう足を入れて下からこう圧力かけるんです。そうです、相撲の立ち合いみたいな感じです。相撲だと回しなんですけど、このグレコの場合は手首とか肘のあたりを押さえて、ここから圧力かけると絶対相手ってこうね、跳ね返ってくるんで、それを手を取ったら簡単に取れます。そう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 、これできますよね。はい、はい、なるほど。そうですね、はい、なんでこのいかに先に入り込むか、こうポジションを取るかっていうのが最初のファーストコンタクト。最初はやっぱそういう組み手争いというか、ポジション争い。そうですね、そうですね、はい。ちなみに、そうそう、さっき僕が投げられたものって、そうです、ここからこういう感じで手をちょうどこう持ってたんですよ、こうやって、はいはい、なんで、ちょっとこう引き出して、ここからこう入ったんですけど、思いのほか、ゴーキーさんの身長が高かったんで、ちょっとこうなって、持って巻き込めなかったんですね。そこをちょっと強引にガーッてやって、ちょっと、もうちょっと後をついたんですよ、ちょっと。あ、そうですか。はい、でもうちょっと本当は巻き込んで、巻き込みたかったんですね。ここ僕が頭をつけて耐えている状態だったんですが、前に体重をかけたところを狙って組み替えて首投げをされてしまいました。はい、僕はもうあれですね、やっぱ普段投げられるっていう経験がない、はい、ないんで、投げられるって一瞬自分がどうなったかよく分かんなかったんですね。はい、こういって、この辺の頭頂部からついたんですね。そうですね、なんかこの辺を打った記憶はある。はい、意外にあれでクラクラしたんで、身長があったんで、ちょっと、もうちょっと僕も、巻き込めればいいんですけどね、それが巻き込みきれなくて、巻き込んで、こうやって帰ったところが、ちょっとてっぺんからついたんです。はい、ちなみに、あと、僕がやられた技とかだと、あとはもう、これも手くれます、ね、これも、はい、こう持って、はい、こうプレッシャー、こうから、これもやりましたよ、また。そう、後ろ取られましたね。そうですね、あとこう刺してるとこから、多かったのが、ここからポーンって上げて、こうバック回ったんですね。はい、それ記憶にない。あとこうやって突っ張ったんで、このポーンって払って、
ああ、これはやられた記憶があるやりました。ここの返しさすがっすね。ここで永田さんの引き込みに逆らうように僕が必死に力を入れたら、引き込みの腕を外して僕の力を使って回転させられ、バックを取られてしまいました。ポジション取るのも大事ですね、グリップを。さっきこう取られた時に、それこそ投げれるであろうのに遊ばれてて、こう、どうここも取られた時に、ね、どうすればいいか全然わからない。そうですね。ちなみにこれ取られちゃった時って普通はどうしたらいいんですか。でこれはもうちょっとね、絞った方がいいですよ。絞って、はい、もうちょっと本当は整体した方がいいですね。こっちそうですね。で、足左下げた方がいいですね。まだこうやってゴールにした方がいいですね。なるほど。横を突かれてると、ちょっとなかなか大変なところありますよね。本当はもうちょっと、僕も実はもうちょっと綺麗に技をかけようと思いまして、はい、ここから整体してくれるのを待ってたんですけど、僕が分からないから整体できないじゃあこのままこういう感じでバックとって感じ、こういう感じで取りましたね、はい、そうだったんです。僕が基本が分からないから狙ってた技に行けなかったああ、そうですね。なるほど。そんな場面がありました。なんかこの時はどうすればいいか分からなくて、ひたすらそっちが何か仕掛けてきたので、何か避けなきゃっていう思考でやってますね。そうですね。下から刺すって大事ですね。こう刺したり、まあ最初の向きは刺せないんで、圧力かけてね、相手の中からプレッシャーをかけるって大事ですね。基本的にはやっぱこの手を使うんですか、この相手の動きを。はい、こういうところを押さえてると空間が空いて圧力かかるんですよね。はい、だからこのいかにこう中に入り込んで、足でプレッシャーかけるかっていうのが大事なんで、距離は詰めた方がいいですね。そこにも全然分かってないの、はい、結構相撲の差し合いというか相撲のこの、はい、キャッてこうプレッシャーかけると似てますよね。終わりかし多分あれですよね。僕さっきこう入ってきてほしくなってこうやってやってるから多分本当はやろうと思えばやれる方いっぱいあったんですよね。まあ一般程度があるんですけど、そうですね、本来ですね、まあ多分レフリーに注意されると思うんですよね。あ、そうなんですか。多分もっとくっつきなさいって言われて、はい、あ、そうなんですね。パッシブって消極性の対象に、はい、あ、なるほど。そうですね。まさかの僕の行為反則行為です。まあ反則とまで言わなくても、まあ、消極性を取られるっていう。なるほど。あ、それはやっぱ消極的な行為なんですね。あ、そうですね。なるほど、はい、すいません、ルールが全くないです。なかなかあり、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 場面がないですね。ないですよね。なるほど。ないと言えばないですね。あ、はい、まあでもそういう場合は落ち着いて前に詰めて、まあ、空間あっても、とてもどんどん前に出て、圧かけて、まあ、上下に置くぐらいですけど、あ、追い込んで、まあ、下がってたら出たらね、そしたらポイントだったり、あるいは上下にずっと出るのが続くと、それは反則になるんで、失格、それが3回すると失格負けとかになりますので、はい、あと、それかグラウンドでやったら、ね、なんか、今回、一応頑張って必死にこらえようとはしたんですけど、はい、取れましたね。バックからね、本当ね、はい、ここからこうやって殴ると思ったんですけど、これだとさすがにね、結構危ないんで、まあ、ちょっと一回バック下倒しから倒れ返しが狙ったんですけど、はい、まあ、倒れ返しの時にそうですね、背中をちょっと向けちゃったんで、はい、ありがとう、抑えられちゃいますね。まあ、これで、ね、1回目は上げたんです。1回目は僕からね、ここから上げたんですけど、はい、で、まあ、できれば本当はね、お腹を出して下がったんですね。お腹を出して、そうですね、こう上げられるために、はい、足を伸ばしてですね、はい、相手の正面に回って、はい、後ろに、そう、はい、これをこうやって横から上げようとするんで、はい、後ろに下がって、そう、はい、こうにするとかかりづらいですよね。あ、だからあんま止まらないで、はい、ちょっとずつ動いてます。あ、はい、
もう寝ちゃうと思うと何していいか全然分からない。そうですね、そうですね、はい、あれこの状態で、あ、そう、この状態であれば持ち上げにくくなるってことですね。こうそうですね、こう、まあ、バーベルと一緒でこう止まってると上がっちゃうんですけども、はい、相手の方見て、相手と正面見てこうやって下がっていって、はい、相手がね、こうずる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 ってこうなるとバーベルも上がらないって一緒で、はい、はい、ああいう場合って時間が経つとブレイクとか、ブレイクになります。まあ、仕掛けてるうちは多少20秒、30秒見ますけど、あ、これ無理だなっていう時はもう止まったらスタンドダイブしてブレイクになって、さっきはあのあれですね、あの解放してもらってますね、何回か。僕もいいよ、立ってみたいな。さあ先生よし。じゃあ僕ができそうな技を少しだけ。そうですね、飛び込みの組み上げとかいいと思いますね。飛び込みの組み上げ、はい、あの結構打撃のパンチの飛び込みをこう、はい、パーンって似てるんですけど、はい、でも小池さんの左構えですよね、はい、これ右構えの相手なんですけど、あ、僕だったらこっちは左になるんですけど、はい、こっちだとね、ここからこういう感じで、はい、そうですね、でこれをもう腰を入れながらやるんですよね、はい、結構これがあの踏み込みの唾液の踏み込みで入れてるんです。なんかできそうな気がちょっとね、軽くやっていただきたいですよ。あ、僕がやられる、あ、僕ですか、はい、わりかしね、僕みたいにこう低くこう構えてる人にやりやすいですよ。あ、そうで、背の高い人がかぶせる感じで、はい、こういう風に構えて下から入ってくるようにしますね。僕はこう、こういう風になって、そうですね、まあここからでもいいですけど、これをこれをまあ腰巻きつけながらやります。まあ僕は結構右が得意になって、こちらですね、こっち、あ、そうですね、こういう感じだけですこういう感じだけですけど、あ、そうですか、はい、今体重って80ぐらい、80ですねめちゃくちゃ重く感じる投げられた瞬間で結構重く感じます、はいはいはい、そうですね、はい、じゃあちょっとそうですね、ちょっと一連の動作でやってみてもいいですか。あ、いいですよ。おお、いいですね、なんかちょっとでも浅い気がする。まあ腰をつけて、腰がね、あ、腰が多分こう言って、そっからこうやって腰を少しひねって巻きつけて返した方ですね。相手をここにつけちゃう感じですか。そうですね、単なる真正面のラリアットっていうよりは、ラリアットする勢いでお尻をこう巻きつけるんです、はい、そうするとこっち側投げるんです。はい、ちょっと年までいいですよ。あ、これ足は出さなくていいです。あ、足は出さない。足は出すとバランス悪いですよ。足出さないですけど、野球のボールをこう投げるときってこうですよね。そうですね。足出さないっていう。あ、大丈夫ですか。野球のボールを投げるときっていうのは左足を前に出しますので、で、これでってこうやってひねるんですよ。あ、ええー。はい。こっち行くんですか。そう、そうです。で。あとはだんだん徐々に腰入れて巻きつけて、はい、あ、いいですね、うん、はい、ちょっと待って、はい、こっちで左足を引っ込んで、はい、あ、右足は出さないんですか。出さない、へー、右足出すとオーストバリみたいになって、そうですね、足も変わりますし、はい、あと動作が大きすぎて、はい、ちょっと難しいですね。はい、で、これをここで腰、あとは腰入れてグーンって、で、これ最後は最後は足はもうちょっと左、こっちが外側に入れるんです。左で巻き込んで、そうです、巻き込んで上げてますよ。で、あ、ごめんなさい、大丈夫です、こんな感じです。あ、もう、あ、支えがないから相手に痛んで向かっちゃうんです。そうですね、あ、はい、すみません、なんかこんな風に乗っかっちゃうと思わなかったです。はい、こういう感じで選びます、はい、これ
あの思いっきり乗っかると相手ダメージありそうです。やりますね。大丈夫です。意外になんかどんどん乗っちゃった。大丈夫ですか。で、どうです。そうですね。そうですよ。そうですね。そんな感じ。そんな感じ。めちゃめちゃなんか。あ、そうですね。申し訳ないぐらい。そうなんです。そんな感じですね。へえ。これは結構、はい、まあいいんじゃないかなと。ああ。はい。そうですよ。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。申し訳ないぐらいここに感触だったので。そうなんですよ。そうなんですよ。そう。そう。あ、しました。ありがとうございます。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫。これはなんかこうちょっとこう、はい、少し、まあ、こうやって行こうかな行こうかなって相手が来る瞬間にちょっと、ああ、難しい。そうですね。これやっぱレスリングってこう、はい、あ、こっちですか。あ、こっちですね。レスリングでも、はい、こう喧嘩打つの時って、はい、全く今までのその柔道とかの感覚は全く違うっす、ね。ひねりで重心を持っていく感じですね。で、真正面だとまだ逃げ耐えられるけど、あの要はこの投げ倒すっていう重心を、この中心を巻き込むと持っていかれますよね。はい、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 なんとなく分かるんですね。もうちょっと見てくれ。そうですね。はい、ありがとうございます。なるほど。まあでも、はい、そうか、もうなんか僕とかってやっぱ入る時に足をこう持っていくのが当たり前だと思って、初発想ですね。こっちから行って投げるような発想、はい、そうですね、初めてです。はい、ありがとうございます。思想としてここにフックが構えられてたら、たまたま光月さんがフックを見たら、たまたまこいつが途中にいたっていう構えにしてもらって。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。まあ、今回はあの前回やられた僕が、まあ、やられた技ですね、ちょっと解説していただきながら、僕向けにちょっと技を教えていただきました。次回はちょっと、もっと基本に戻って、もうレスリングやるならこれはできなきゃいけないよとか、このぐらい知っとかなきゃいけないよみたいなと順番逆になっちゃったんで、ちょっと襲われたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。まあ、今回も、格闘、ソースジムレッスルインで、結構させていただいたんですけども、あれですね、ここちっちゃなお子さんから、はい、一般の方、そうですね、はい、はい、感じでされている。そうですね、まあ、ちっちゃい子の子供のレスリングはもう本当幼年から中学生までやってるんですけど、はい、まあ、それで年齢に分かれてクラスでやってるんで、まあ、あの身体能力をねすごい上げるようにやってますし、あとそういう中で大会出場してて、まあ、大会でもこう全国で優勝する子はね毎年どんどん出てますんで、まあ、そういう意味で本当こうなんか子供をね強くしたりとか、あるいはなんか強くするためにねなんかこう格闘技ないかなって思ってたら、そういうねお伺いのお子さんがいたらぜひね一度足を運んでいたらびっくりすると思います。あ、はい、ぜひぜひあの、はい、お近くの方は概要欄に動画、ジムの、詳細貼っておきますので、そちらご確認ください。はい、日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18日に更新しています。最新の理論や技術を見逃したくない方、いいねボタンとチャンネル登録して、これからも体が動くの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。おっす。ありがとうございました。ね、相手が簡単に崩れる攻撃方法があったりするんだけど、これは強く打っても倒れないんですけど、こうするとこれ簡単にペッと押すと相手下がってしまう。これなんでこう起きるかっていうのをちょっと今から解説したいと思います。